キム・クライシュテルスは、ベルギー・ビルゼン出身の女子プロテニス選手、WTA ツアーで4大大会4勝を含む、シングルス41勝、ダブルスで11勝を挙げた。クレイ・ステルス、クライ・ステルス、また英語風に、クリスタース、クリスターズとも呼ばれる。父親のレオ・クライシュテルスは著名な元、プロサッカー選手で、1986年と1990年の2度ワールドカップの、 ベルギー代表選手として出場した経験を持つ。母親は体操選手で、妹のエールケ・クライシュテルスもプロテニス選手である。強力なフォアハンドを武器にするベースラインプレイヤーで、ウィリアムズ姉妹にも引けを取らないパワーを備えた選手である。1999年のウィンブルドンで4大大会にデビュー。予選を勝ち上がり、4回戦でシュテフィグラフに2から6、2から6で敗れた。 クライシュ・テルスはそれから2年後、2001年の全仏オープンで頭角を表した。準決勝で1歳年上のジュスティーヌ・エナンとのベルギー対決を制し、この国のテニス選手として初の4大大会決勝進出を果たす。その決勝戦では、ジェニファー・カップリアティに6から1、4から6、10から10、続くウィンブルドン選手権ではエナンが決勝進出を果たし、 ベルギー勢は二人揃って世界トップ10に定着した。2003年2003年の全仏オープンでテニス史上初のベルギー対決の決勝を実現させるが、ライバルのジュスティーヌ・エナン・アーデンに敗れて大会二度目の準優勝になる。同年の全米オープンと2004年の全豪オープンでも決勝でエナン・アーデンに敗れ、ベルギー対決の決勝で3連敗を喫した。 2004年5月以後、左手首を痛めて、戦線離脱を余儀なくされたが、2005年3月のインディアンウェルズマスターズとマイアミマスターズで復活優勝。全米オープンでは準決勝でマリアシアラポアを破り、2年ぶり2度目の決勝ではマリーピエルスを6から3、6から1で圧倒した。それまでクライシュテルスは4大大会で4度の準優勝にどまっていたが、5度目の決勝戦で、 祝願の初優勝を果たした。2006年の前後オープンで、第2シードのクライシュテルスは準々決勝で、当年度から現役復帰したマルチナヒンギスを6から3、2から6、6から4で破るが、アメリモレス元の準決勝で、足首の捻挫のため最終第3セットを途中、危険した。8月のトーナメントで左手首の故障が再発したため、クライシュテルスは、 全米オープンの大会前年優勝者として出場できなかった。ダブルスでは日本の杉山愛とペアを組んで活躍し2001年のウィンブルドン選手権で女子ダブルス準優勝。しかしその後クライシュテルスが故障を理由に全米オープンと翌年の全豪オープン女子ダブルスを棄権し一旦ペアを解消した。2003年の全豪オープンでコンビを復活させベスト8に進出する。 全仏オープンとウィンブルドンで当時の世界最強ペアであったビルヒにあるあのパスクアルとパオラスアレス組に連勝し4大大会のダブルスで2連続優勝を果たしたしかし続く全米オープンで再びクライシュテルスが棄権し2人はペアを解消する2000年からオーストラリアの男子テニス同年のウィンブルドンで2人のペアは混合ダブルスで準優勝したそれ以後は テニスのトーナメント中にお互いの試合を応援するようになり2003年12月に婚約したが2004年10月22日にクライシュテルスが公式ホームページで婚約解消を発表した。ヒム・クライシュテルスは2007年5月6日、ポーランド・ワルシャワの J&S カップを最後に現役引退を表明した。この年も1月にオーストラリア・シドニーで行われた。 シドニー国際で優勝があった J&S カップの2回戦で彼女はユリア・バクレンコに6から7、3から6のストレートで敗れた引退時の世界ランキングは4位 WTA ツアーの選手が世界ランキングトップ10のままで現役を引退するのは1999年8月に3位で現役を退いたシュテフィグラフ以来7人目となる 2ヶ月後の7月13日、クライシュテルスはバスケットボール選手のブライアン・リンチと結婚し、2008年2月27日に長女を出産した。2009年全米オープンにて2009年1月4日、父親のレオ・クライシュテルスが、 肺がんのため52歳で死去する。父親の死去から半年後、クライシュテルスは8月のシンシナティマスターズで2年3ヶ月ぶりの現役復帰をした。復帰第一戦では3回戦で当年度の全仏オープン優勝者、スベトラーナ・クズネッツアを破る勝利を挙げ、ディナラ・サフィナとの準々決勝まで進出した。その後、彼女は全米オープンにも主催者推薦で出場し、 そこから勝ち上がって4年ぶり2度目の優勝を決めた。決勝戦では、第9シードのキャロラインをオズニアッキオを7から5、6から3のストレートで退けた。2010年9月11日、全米オープンの決勝で、クライシュテルスは6から2、6から1で、ベラズボナレは2ストレート勝ちし、2年連続3度目の優勝を果たした。 11月の WTA ツアー選手権でも世界ランキング1位のキャロライン・オズニアッキに6から3、5から7、6から3で勝利して7年ぶり3度目の優勝を果たしツアー通算40勝目を挙げた2011年1月29日全豪オープンの決勝でアジア人初となるグランドスラム決勝に進出した中国のリダに3から6、6から3 6から3の逆転で勝利し初優勝した。グランドスラムでは4勝目である。2月14日には4年ぶりに世界ランキング1位に復帰した。しかしその後は、故障に、悩みウィンブルドンやに連覇中であった全米オープンを欠場した。2012年、前年優勝した全豪オープンでは、準決勝でビクトリア・アザレンカに4から6、6から1、3から6で敗退した。5月に、 全米オープンを最後に2度目の現役引退をすることを発表した。7月のロンドン五輪で最初で最後のオリンピックに出場した。3回戦でアナイバノビッチに6から3、6から4で勝利し、ベスト8に進出した。準々決勝ではマリアシアラポワに2から6、5から7で敗れた。そして8月の全米オープンは第23シードで臨むも2回戦でイギリスの新名。 ローラ・ロブソンに6から7、6から7で敗北した。同大会では、ダブルス、混合ダブルスでもエントリーしたが、それぞれ1回戦、2回戦で敗退し、現役生活にピリオドが打たれた。2013年9月に第二子の長男を出産した。2015年には、アントワープで1年のみ開催されていた、BNP パリバ・フォルティス・ダイヤモンド・ゲームスのトーナメントディレクターを務めた。 2016年には、第3子の次男を出産した。2017年に、国際テニス伝動入りを果たした。略語の説明 W イコール優勝、F イコール準優勝、SF イコールベスト4、QF イコールベスト8、R イコール海戦敗退、RR イコールラウン敗退、Q イコール予選海戦敗退、LQ イコール予選敗退、A イコール大会不参加。 P イコール開催延期 WG イコールデビス、Z イコールデビス地域ゾーン、PO イコールデビス、G イコールオリンピック金メダル、S イコールオリンピック銀メダル、SF、B イコールオリンピック銅メダル、NMS イコールマスターズシリーズから降格、NH イコール開催なし。2006年ウィンブルドン2回戦の不戦勝は、通算成績に含まない。ありがとうございます。